数学と国語の教科書を比べると非常に面白いのです。実は国語の場合には最近の作家の作品もかなり積極的に教えているのです。一方数学の場合はこの100年間教えている内容はあまり変わってないのです。昔のまま硬直した状態と言えるでしょう。実は今日本でもすごく流行っているのはいろんな計算練習をする、反復練習をたくさんして簡単な計算をとても早くできる、そういうようにさせる。ところが計算はこれからの私たちにとってはどれだけ必要なのか。学校を卒業してからは4桁の数字を5桁の数字で掛け算することは一生何回あるのでしょうか。今は当然計算弱を使ったりする人もあまりいません。大体みんな電卓があるのです。そして電卓があるから必要な計算は決して3桁の数字を4桁の数字でかけたりするとか、6桁の数字を3桁の数字で割ってそれを小数点以下5桁まで計算するとか、そういうものではありません。こういうものはもう電卓で簡単にできるのです。一方自分は海外旅行に行って、そこでは今日は1ドルはだいたい110円だと、そうすると自分はこの服を買いたい、これは80ドルだから、じゃあこれは日本円にして8800円なのと、こういうような計算はやっぱり必要なんです。でもそういうように買い物をするときにも別に両替レートを1ドルは 110.785 とかそこまで知る必要がないのです。何しろこれはその8800円のスーツのときにはもう1円以降の桁しか、つまり実際払う金額も買えないものになってしまうのです。だから大体必要なのは大まかな計算であって、自分はコンビニに行ってそして買ったものはこれを足したら大体いくらになるのかと、そしてこれは大体1500円だとか、自分のポケットに今3000円入ってるからじゃあ大体2800円2900円あの程度だと、そうすると安心してレジに行くことができるのです。この程度のものが必要なんです。ところで今我々は学校で学んでいる数学、それはどちらかというともともとエンジニア向きの数学なんです。つまり現場で働いてそこで何かの面積を計算するとか、いろんな機械を作ったりするときにはその安全性などに計算するとか、そういうようなものに必要なものだったんです。でも今は今でもなく現場のエンジニアもコンピューターを使ったり電卓を使ったりするんです。実はコンピューターによくできるもの、そして人間によくできるものは結構別々なのです。コンピューターは厳密な計算を素早く、そして何回も非常によくできるのです。間違うことも基本的にはありません。一方人間は何を計算するのか、どう計算するのか、そういうようなものを考えるのは得意なんです。そしていろんな結果を見て何かの法則を発見するのも大体人間なのです。とその法則は本当に成り立っているのか、それを証明するのもそれもまた人間なのです。でもその法則の元になっているのは大体コンピューターによる計算で、いろんな結果を見てこういう規則性があると気がつくのです。だからコンピューターをうまく使えばこれからもっと楽にもっと楽しく数学はできるはずなのです。